私シェイプアップガールズって、健康と美のサポーターということでデビューさせていただいたんですね。なので本当にその思いは年齢を重ねるごとにより大きく強くなってますので、皆さんの健康と美のお役に立てるような、なんかそういう情報とか、まあ、もちろん運動も含めて心と体のそういうメソッドみたいのをお伝えさせていただけたらなと思ってます。サプリメントは本当にやっぱり、ね、食事でいただけたりするのが一番ベストなんですけど、当然年齢重ねてってこう今まで体の中にあったものも減ってったりとかあると思うんですよね。そういうものを補うという点では上手に使っていけたらいいなと思ってます。すごく注目してたサプリでした。本当に今一番飲みたいなと思ってたサプリだったので、しっかり飲ませていただいて、一番変化として感じたのはお肌の張りですかね。やはり、年齢重ねていくと一番自分が顕著に感じてた部分なので、もうここはしょうがないのかなって正直諦めてた部分もあったんですね。なんですが、自分でもこの張り感っていうかツヤ感、そういうのが感じられてきたので、今いろいろあるじゃないですかサプリって。でも続けないと変化も出ないし、本当にその張り感は変わるんだこんなにっていうのが一番びっくりしましたね。朝、空腹時に3粒、割と続けやすくルーティンにしやすかったですし、飲みやすかったですし、これはなんかちょっと続けてみたいサプリだなっていうのを本当に感じました。変わったのでお肌の感じが、もうそれがこう自信というか嬉しくて、より元気にというかすごくこう若々しくなったような気がします。心も体もお肌も、はい、もう若く元気で、ね、いつまでもいたいっていう方に男女問わずおすすめできるサプリです。でやっぱり健康元気、そういうところはもうみんなのね永遠の願いでもありますし、ましてやねこういうコロナで皆さんこう健康意識っていうのが高まってると思います。ぜひねこの細胞レベルをこう変えるサプリ、本当に今までなかったと思います。一緒に元気で若々しく、またね楽しい人生送っていきましょう。